昨日の配信ご覧になった方はご存知でしょう。見てない方に説明したいと思います。昨日の配信、まあ、ディビジョン3よりディビジョン2に行ってディビはいけるのかどうかみたいな配信の方が面白いと思って、私はディビジョン2を目指しました。その結果が、こちらです。ここは勝ってますね。ここからかな、引き分け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 負け負け引き分け負け引き分け引き分け引き分け、ディビジョン4に落ちました。どうなってるなあ。よくこういうコメントが来ます。メスさん、沼った時どうすればいいですか。私は思います。やらない方がいい、やらない方がいい。絶対に無理に抜け出そうとするとより沼にはまるんですよ。そう、 e フットボールとは底なし沼のようなゲームなんです。沼った時はやめろ。ただ配信者はそうもいかない。大沼配信の後にこの撮影を今しています。ではどうすればいいか。そう、答えは一つです。救世主を呼ぶしかないんです。そう、私が呼んだ救世主はこの方です。ディエゴライです。コメント欄の方で来てました。プロレスラーチャンネル、東京オリンピックで日本と2回戦った時の10番でメキシコのメッシことディエゴライネスが身長167センチにドリブルスピードバティコン90乗せれてラブタ足裏コンカスルパ持ってて普通に使用感良さそうだから使ってみてほしいです。育ててみたらこの能力どうですか。まあぶっ壊れがいっぱいですね。見慣れた方だったらおいおい弱えんじゃねえかと、おいおいおいちょっと待ってください。身長167センチ、ドリブル能力はピカイチ、スピード瞬発も申し分なし、ボディコンは93とかなりのハイレベル、そしてスキルダブルタッチルーレットコンカスルーパスと相当いいスキルが揃っています。ここで貯める、そんな救世主を私は求めてました。行きましょう。このディエゴライネス救世主になります。ディビジョン戦に行きたいと思います。さあ1試合マッチングしました。よろしくお願いします。まあディエゴライネスがね主役なので、あの不調でもなんだろうがね、あのもちろん先発で使いますが、ゼフ長だけはやめてくれ。頼むぞ、ディエゴライネス、せーの、ドン。おー、耐えたー。よしよしよし。まあ、好調とか本当はね、引いてほしいけど、そんな贅沢は言ってられないということで。よし、お相手さんは、あー、ロングカウンターだね。行きましょう。お願いします。いや、でも実際理にかなってるというか、やっぱ沼ってる時の特徴って、まあ、ディフェンスがね、このディフェンスに関しても、攻撃に関しても、やっぱりね単調になってしまうんですよ。単調にこうね前につなぐで取られるみたいな、その繰り返しだ。その単調を打ち崩す、まああの今単調になってたけど、あのなんだろう、ためを作るっていう意味ではね結構理にかなってると思うんですよね。今日のこの使うディエゴライネス、今取れたよな。オッケーオッケー、ちょっと落ち着いて、取れます。はい、ディエゴライネス。お、待って、ちょっとあのレーダーが死ぬほど見づらい。やばいやばいやばい、マジで見えない大丈夫かこれ、全然見分けつかんけどこれ。さあディエゴライネス、そう、ここで単純に前には出さない。さあ救世主になるか。はい、いいよ、いいためだ。ここでこねてこねて、そう、こうつないで、はい、いけるか。うおー、惜しい惜しい惜しい、いい攻めいい攻め。こういうことなんよな結局、やっぱためを作ることによって攻撃のバリエーションができて、やばい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 、危ない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 。ディエゴライネス頼むよ、いいんじゃない。ディエゴライネスいいよ、ディエゴライネスいっちゃえばよかった、打てばよかったいいね、でもナイス突破、打てたな今、コンカ持ってるし。さあライネス、さあ頼むライネス、こっから魔法見せてもらおうぜライネス。いいよ、もうドリブル能力ピカイチ。はい、相手が突っ込んできたら、そういいライネス、うわー、沼ってるなやっぱりライネス、いやいい動きではあったけどな、なかなかちょっと決定機にはつながらなかったな。シュート何本、うわー一本沼ってますね。いやでもちょっとトンネルの出口はちょっと見えてきてる。さあということで2試合目やってまいりました。よろしくお願いします。さあライネス、おーよかった、不調じゃなくて。よし、ライネスね、だいぶこねれたんで、ちょっとね、やっぱね、センターフォワード、トッティより、やっぱ、ムバッペで裏に抜けてもらって、こねたところね、まあ、パス能力も高いので、ライネスね、80はギリってなんか、いや、グランドパスいってるね。で、スルーパスあるんで、こねてこねて、ここにペアーンってスルーパス出すみたいな。そんなイメージでいきたい。よし、行こう。お、ライネス、よく戻った。素晴らしい。
さあ、これライネスのね、献身的な守備から、なんとかしてライネスに花を持たせたい。ライネス、こねれるか？来た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 、こっからです、ライネスの持ち味。いいよ、ナイスこね、ナイスこね、ナイスこね、おー、出せる。こう、ライネスから始まる。うわー、打つべき。自信持っていこう、ライネス。いけるいけるいける。ライネスならやれる。ライネスやれる子。自信持っていこう。おおおお。お、お、おーい！おっし、おー、来たか！ライネスさー！俺は君が救世主だと思ってたよ。間違いなく今のはライネスがいなければ、得点には繋がっていなかった。俺は思ったんだよ。もう君しかいないって。絶対そう思った。俺の目に狂いはなかった。おー、ライネス抜けたね。これ一回メッシで。おー、いいね。もう一回ライネス。で、もう一回メッシ。はい、完璧な流れ、ライネスよしよしよし、戻ってきたぞ、マジで。マジで戻ってきた。これはライネスのおかげ、ガチで。で、本当に戻ってるか、本当に戻ってきたか、本当に、あぶねえ。疑うな、疑う心がまた俺を沼へと引きずり込んでしまう。疑っちゃいけない、完全に戻ってきてる。そう、俺は完全に調子が戻ってきている。はい、またライネス出しちゃう。はい、もうマジでいいぞ、マジでいい。ライネスがいけるか、もう打っちゃえ、素晴らしい。またライネスから始まったよ。これもう疑うところないでしょ、これ。確実にライネスがいい流れをメスチームメスに運んでくれている。よし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 、当たりだ、救世主だよ。もう 3-0 リードなんてもうここ20試合ぐらいなかったからな、マジで。やばい、そろそろバレるな。でもそろそろバレる。相手の誰だ、一番守備のエース誰だ。そろそろバレるぞ。監督がね、そろそろ指示してくる。おい、ネスタ、ライネスにつけ。おら、これもライネスから始まってるからね。あ、もう、あ、来たわ。完全復活です、メッス。はい、ライネスつながる。一回はたいて、そう、ライネス、これで持っていけるのがでかいんでね、こうやって。おや、強ない、ガチで。はい、で、こうやって通らないと。出せるか、おお、ライネス、君も決めるかい。おお、ファル。ライネス無双、これもライネスで決めます。初ゴール来るか、ライネス、いけ、頼む、よし。うわ、すげえわ、マジで救世主だ。ここライネスに一回預けたいね。よーし、来た、ここで出せる、完璧。え、マジでいいんだけど。ちょっと泣き、いや、ほんとつらかったんよ、マジで。沼ってて本当につらかった。それがやっと今ね、こうやっと沼から抜け出せたっていう、もうライネスへの感謝で、本当にもうやばいです。いいよ、はい、ライネスいっちゃおうか。はい、いいよいいよ、すごくいい。もうドフリー完璧でしょ、これ。うわ、いや、ディビジョン戦でここまで対勝できたのマジで久々。おお、ギブか。わあ、素晴らしい。いや、本当にね、ライネスがかき乱してくれるんよ。めちゃくちゃいいね。よし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 、ありがとう。じゃあラスト1試合ね、サクッと勝って終わりましょう。さあ、ラスト3試合目勝って終わりましょう。お願いします。さあ、問題はライネス、救世主ライネスの調子。せーの、ドン。おお、勝ちました。はい、勝ち確、よし、もらったわ。アマイスさんはこんな感じだ。おお、ちょっと無課金っぽいね。はい、行きましょう。お願いします。リーグ戦ね、引き続きやっていきます。さあ、とりあえずのライネス。一旦のライネス。はい、空いてる。いいね。で、困ったらライネスに戻しますと。で、ここで突っ込んでこなければ、じゃあライネス行っちゃうよって感じなんですよね。はい、こうして、はい、ここでライネス。はい、来た。はい、来た。はい、来た。オッケー。救世主ライネス。はい、いやー。取っちゃった、メッシが。これはライネス関係なさず、いや、そんなことない。ここでライネス、ここでライネス、いけるよ、好調だからね。さっきよりいいんだろ、やばいよ。はい、ライネス、ライネス、無理、ナイス、いいよ。さあ、ここでライネスに一回預けたい。そう、
ここで貯めれるラインです。こうする。きたー。ちょ待って、やばい。マジであるか、ガチスカ。これやばくない？ちょ見よう見よう見よう、飛ばさなければ相手が。はーい、通っていく。はい、1回ラインですね、1回ラインですね。さあ行くぜ。いいよいいよ、もうドフリだ。こうしてこう。きたー。うわ、おっしゃ、ライネスどこ。ほら、ライネス来ないから。はぁ、どこに行った、ライネス。どっかでサボってたな。ちょっと今のは減点ポイントですね、さすがに。ライネスどこ行ってた。ちょ、見え、あー来て、いた。はい、ライネスこう出して、はい、こう。あ、ライネスちょっと天狗になっちゃってるか。ちょっとなんか動きが、あー、これでライネスいけるか、いけるか、ライネス。おはははは、違うやん、違うやん、ライネス。今のさ、いやいや、外して、もうお前ダメだっていう流れやん。決めるんかい。いやー、でもどうでしょう皆さん、最後ね言ってられちゃいましたが、いや、全ての得点にライネスが絡んでる。いやー、あれ最後な。外せよー、外す、もう起点決めたから、ちょっと外せねえじゃねえか、スカットからよ、流れ的に。なるほど。クボディーな、これ。